全国の舞台で活躍した選手たちが集まりました。サッカーの日本高校選抜チームが大津町で合宿を行っています。合宿には全国高校サッカー選手権で優秀選手に選ばれた33人が参加していて、4月にドイツで開かれる国際ユース大会のメンバー候補として20人ほどが選考されます。選手権で優勝した滝川第二高校のフォワードで大会得点王となった樋口博樹選手のほか、県内からは大津高校の藤本隆選手と車屋慎太郎選手が参加しています。合宿初日となる今日の練習では、チームの指揮を取る大津高校の平岡和典監督らが見守る中、それぞれの名前と顔を一致させながらウォーミングアップで体を動かした後、ボール回しなどの練習で汗を流しました。合宿は今月13日まで開催されます。